街は川崎、最高な街川崎。美人三姉妹チョーキーズの皆さんの素敵なライブを聞いていただきました。改めて大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。チョーキーズ、それではですね、少しお話をお伺いしたいと思います。私今隣でタオルをですね、物販コーナーに立たせていただいていて、それどころかもうライブも楽しくて、タオルの販売も忙しくて、なんだかもうすごく充実した時間を過ごさせてもらったんですけれども、そんなチョッキンズさんが9月の2日にですね、ニューマキシシングルリリースによるすごい素敵なライブイベントをされます。そのチケットも今好評予約受付中なので、なんと実はですね、本当にライブが始まる今ですね、ライブハウスの方が走って届けに来ていただいて、今ここに出来たてほやほやのチケットがございます。イエイ。
今拍手した人の顔はもう私絶対忘れませんのでね、後で物販の方にね来ていただければと思いますけれども、あとですね8月の30日にも、横浜のセブンスアベニューでライブがあります。こちらのライブ予約も行っておりますので、ぜひ前売り価格で入れるようにですね、皆さんぜひ予約してください。その他には、物販もありますので、ぜひそちらにいらしていただければと思います。あとはですね、チョッキーニさん、ただいま着歌かな、曲のエントリー、カラオケにエントリーのなんていうんだあれ、エントリーチョッキンズのホームページに詳細が書いてあるんですけれども、200以内に入りますと、なんと皆さんがよく行かれるカラオケでチョッキンズの歌みんなと一緒に歌えるということですので、ぜひぜひこちらもエントリー皆さんでやってしまいましょう。カラオケに入れちゃいましょう、はい、ではチョッキンさんでした。どうもありがとうございました。とんでもないでは少しアナウンスをさせていただきます。今私こちらの右隣、皆さんから見て左隣で赤いタオルの物販スペースに立たせていただいていました。こちらはですね、募金箱が設置してあるんですが、500円からですね入れていただくと、この素敵なタオル、本日限定の赤いタオルを差し上げております。また収益金の方は被災地の方へ義援金としてお届けしておりますので、もしまだ持っていらっしゃらない方がいましたら、ぜひぜひ今日の記念に、思い出にぜひ1枚募金をして持って帰ってもらえたら嬉しいなと思います。また抽選で風車の方も当たるプレゼント抽選会も行っておりますので、ぜひぜひこちらもトライされてみてください。どうもありがとうございます。それから改めまして、本日開催している歌の花スペシャルガールズボーカリスト浴衣祭りのこのライブの模様なんですけれども、現在インターネット放送 Ustream にて生放送中となっています。パソコンや iPhone、Android の携帯で見ることができます。検索をするときはニュートンステーション、カタカナでニュートンステーションで検索してみてください。皆さんの5000円も一緒にユーストリームできっと配信されていると思います。またツイッターやフェイスブック、ミクシーからもコメントを書き込むことができます。これすごいですね、ライブを見るだけではなくて、皆さんも一緒に一体型となってライブを盛り上げて作り上げていくことができる、とてもとても素敵な機会だなと思いますので、お手持ちの携帯等でぜひぜひチェックされてみてください。お、これ私今知りました。なんとこのユーストリームの放送、本日以降もご覧になることができますって書いてあります。ラッキーですね。今日いらっしゃらなかったお友達の方、お仕事の仲間ですとかご家族の皆さんにもぜひぜひお知らせになってみてください。今日が過ぎた後もこのライブを一緒に楽しめる、本当に本当に素敵だと思います。私も今日こっちサイドで歌わせていただいているので、今度はお客さんサイドに立って楽しみたいなって、二度楽しみたいなと思います。二度三度かそんなこんなで、今転換の方をしていただいているスッキーに演奏していただく7カラットさんなんですけれども、いかがでしょうか。ぼちぼち7カラットさんのご紹介をさせていただいてもよろしいですか。もう少しですね。わかりました。ではもう少し今日のイベントについてお話をさせていただきたいと思います。今日はOK です、後ほどご紹介させていただきますが、本日7組のアーティスト、ソロのアーティストですとかバンドによるこの浴衣祭りファイナルのイベントを行っておりますが、3日間4会場でですね行われてきた浴衣祭りのイベント、今日がファイナルとなっています。今日を過ぎてしまうとまた来年ですね、この川崎の場所でお会いできることになるんですけれども、各アーティスト毎月フリーライブですとかライブハウスのライブ精力的に行っております。もし気になるアーティストの方いらっしゃいましたら、ぜひアーティスト名で検索をかけてみてください。もっともっとたくさんのアーティストの姿ですとか、きっとプライベートなブログですとか、今日以降のライブ告知など詳しいことがたくさん載ってると思います。みんなまた皆さんとお会いできるように
一生懸命活動していますので、温かなご声援どうぞよろしくお願いします。やっぱりあの私なんかはソロのアーティストでやってますので、こう転換時はもうね、オケの音楽をちょいっと変えるとすぐにできてしまうんですけれども、バンドさんになるとそれぞれの楽器があるのでね、時間はかかるものなんですが、それがより一層素敵な演奏を演奏につながる時間なので、こう頑張って頑張って今皆さんもテンション温めていてくださいね。楽しみですね。あの7カラットさんのですね、素敵なご紹介これからさせていただきたいんですけど、まず最初に注意事項だけ先にアナウンスをさせてください。
来てないかな